鳩山秀夫鳩山秀夫は日本の法学者。専門は民法。衆議院議員も務めた。東京府出身。法律家、政治家の鳩山和夫の次男で、後に首相となった鳩山一郎の弟。妻の千代子は東大総長を務めた菊池大六の次女。長男の道夫は一郎の次女、玲子と結婚した。ひ孫に鳩山麗人がいる。 1908年、東京帝国大学を卒業する。秀夫は、東京講師附属小時代から仲の良かった、穂ず重藤と並んで、大学始まって、以来の優秀な成績だったという。1911年刊行された、優等学生勉強法には、修学時代には、朝4時に起床し2時間、学科の予習をし、朝食を取り登校し、 帰宅後は参考書や自分が好む本を読み、また1時間運動をしてから8時には必ず、就寝した、と書いてある。一郎より優秀とされ、検定具形と評されたという。兄は政治家の道に進んだが、秀夫は法律家として身を立てた。1926年に42歳で東大を退官して弁護士を開業し、1932年の 第18回衆議院議員総選挙に旧千葉2区から立憲政友会公認で立候補し当選一期のみ大議士を務めている。ただし、鳩山秀夫には政治家としての目立った業績はない。比較的短命だったのは酒に溺れたせいだと佐野真一は記している。愛弟子であった阿賀妻久氏はこうした鳩山の生涯を透徹、再利な頭脳を持って ドイツ法学を学んだため、日本法の隅から隅までが瞭然として疑問の余地がないようになり、そこでさらに進んで経済学や社会学など新しいものを学んで方向転換する必要に迫られたが、そこで勉強が嫌になってしまったドイツ流儀の法律学の極地に達し、そのままで終わったと評している。明治末から大正にかけて民法といえば鳩山、 鳩山といえば民法とまで言われた民法学会の長寿である。鳩山は梅健次郎、富井正明らの日本の民法寄草者による解説、注釈の時代を乗り越え、川名県、四郎、石坂恩四郎らと共に、ドイツ法研究の結果に依拠した解釈論を発展させて、日本民法の解釈論として主張した。その中でも鳩山理論の影響力は多大で、 ある公理から演疫的に具体的規範を定立し、その公理系内における体系化を推し進めて精緻な理論を完成させ、一時代の通説を築いた。特に、主張、日本民法再建総論は、当時の裁判官がしばしばそのまま、判決文に引用したというほどの影響力を誇った。大学卒業後わずか2年の時に表した、法律行為ないし事項は、出世策となった。 鳩山法学初期の代表作である。日本民法がドイツ法由来の法律行為を中核とした体系を取っていることに着目し、法律行為に関するドイツ法の学説を研究して、その成果を取り入れることを意図したもので、法律行為を意思表示そのものと見ていた、従来の学説に反対して、両者の位置づけを行い、その後の法律行為理論研究の出発点とも、 言うべき地位を占めている。これは本来民法典全体についての注釈書の一部として、比較され、鳩山が該当部分を担当執筆したものであったが、大部分が未完成に終わったため、鳩山があまり立派なものを書いたので後が続かなかったのだと噂された。阿賀久氏によれば、この噂は事実ではないか、少なくともそれが唯一の原因ではなかったということである。 確かに、法典が編纂された直後の法解釈学が概念の性格を優先し、硬直した形式論理の体系を築き上げる傾向を持つことは、古今東西を通じての条例であり、初期の鳩山もこの傾向を強く持っていたことは否めないが、鳩山の学説は必ずしもそれにとどまらず、ドイツ民法典の基盤を成す取引安全尊重の法思想そのものを抽出して、 日本民法の上に展開し、性的安全と動的安全の調和をもって、民法の指導原理としたところにその功績があり、例えば不動産について、我が国の不動産取引の実情を考慮し、相対的更新主義の採用を提唱したのはその、現れである。この性的安全と動的安全の調和のテーゼは、今日では自明の利とされるに至っている。また、 末広伊豆太郎によるドイツ流法学への批判を受けて、反問した後、牧野英一の研究に示唆を受け、ドイツ民法において明文化されていた、審議誠実の原則が、日本民法にも打倒すべきものとして、再建法における、指導原理とする論文、再建法における、審議誠実の原則を書き上げた後、学会を去る。これは後に、戦後の大改正において、 民法一条二項の新設に結実することとなる。これらのことから、単なるドイツ法学の時期輸入にとどまるものではなく、日本民法学自立会の先駆者としての評価もなされている。優等学生勉強法、P2 から3、P32、鳩山秀夫、再建法における、審議誠実の原則付録に、鳩山先生の思い出461ページ。 第2本博士六一巻、P182 から183、官報五百5 4 5号、大正6年9月25日。鳩山、再建法における、審議誠実の原則444ページ。鳩山、再建法における、審議誠実の原則465ページ。鳩山秀夫、法律行為ないし事項3ページ。あがつまひし。 新帝民法総則238ページ。鳩山。再建法における。審議誠実の原則序文1から2ページ。ハインリヒデルンブルヒチョ。坂本一郎イコール池田隆一イコール津軽。秀丸協約。ドイツ新民法論上官30ページ。鳩山。再建法における。審議誠実の原則序文2ページ。鳩山。再建法における。審議誠実の原則。塩見としたか。 都谷信義編、日本の法学者294ページ法学セミナー増刊、末広伊豆太郎の妻は、菊池大六の三女、冬子であり、鳩山の議定にあたる。鈴木六也、前二百295ページ、鳩山、再建法における、審議誠実の原則462ページ、星野栄一、阿賀妻久志、ありがとうございます。